ではまず耳介軟骨の採取からします。メス、はい、オッケー、ポピン、耳介軟骨を適量取ります。これだけ取れました。はい、離して糸針、耳介軟骨取るのはおしまいです。まあ、傷は耳の穴の中なのでそんなに目立たないです。で続けて耳介軟骨をちょっとこれ取って、こっち側取って、これ取って、耳介軟骨は鼻の先端にフラッシュして出ますので先に細かく切っておきます。軟骨を細かく受信機でクラッシュして鼻先に入れます。じゃあ一旦止めて。